バラード、忘れられたものは、モデスト・ムソルグスキーが1874年に作曲したピアノ伴奏による歌曲。演奏時間はおよそ2分。戦争の結末作曲の契機となった回が忘れられたものではない。戦争画家として知られるバシーリー・ベレシチャーギンが1871年にトルキスタンシリーズの一環として描いた同盟の海外に触発されて作曲された。 この絵は、前線で倒れそのまま戦場に置き去りにされた、ロシア軍兵士の遺体と、それを追羽もうと群がるカラスの群れを描いている。ムソルグスキーは、1874年に、サンクトペテルブルクで開催された展覧会でこの絵を見て心を動かされ、同じく絵に感銘を受けたアルセニー、ゴレニシチェフクトゥーゾフが描いた詩に、布局、画家に検定している。 ムソルグスキーとゴーレニシチェフクトゥーゾフの最初の合作となった作品で、作曲家と詩人の協力は、この後、歌曲集、日の光もなく、死の歌と踊りなどの諸作品を生み出すこととなった。曲調は陰鬱で、早々更新曲を思わせるものとなっている。作曲された年に、別セリ社から出版され、ムソルグスキーの死後、1887年に、 グートヘール社から再販された。なお、ベレシチャーギンの絵は、彼の才能を高く評価していたロシア皇帝、アレクサンドル2世から、ロシア軍には、同胞の遺体を、異国の地に置き去りにする者はいないと批判されたことから、画家自らの手で破棄してしまうこととなった。このことが原因で、ベレシチャーギンは一時、精神的失調に陥ったという。彼は、異教で敵と戦い死んだ。 敵は戦友らに打ち破られ、戦友は看護の声を上げただ彼だけが忘れられ、戦場に一人横たわっている。貪欲なカラスが血を飲み死の脅威を浮かべた、見開いた瞳をついばむ。そして満腹し飛び立っていく。遥か彼方の故郷で窓辺で、母が子に乳を飲ませる。よしよし、泣かないで、坊や父ちゃん帰ってくるからね。お祝いに小さなピローグを焼いてあげようね。だが、彼は忘れられ。 一人横たわっている。http コロンスラッシュスラッシュ www. m u s o r g s k y r u スラッシュ biog 2 html 参考文献名曲解説全集作曲家別名曲解説ライブラリーの井上より豊による解説では空虚な戦場に積まれた骸骨の上にハゲタカがマウガに感銘を受けた作曲者がという説明になっているがこれは ベレッシチャー・ギンの別の絵、戦争の結末を指していると思われる。作曲時期は参考文献の大半が1874年秋としているが、ロシア音楽の魅力は同年5月7日から17日としている。出版についても名曲解説全集で、井上よりと呼ば、反戦的内容のため、作曲者の在世中は演奏も出版も禁止されていた、としている。 作曲・家別名曲解説ライブラリーでは出版年も改定されていない井上の解説文の前に記したため矛盾した内容となってしまっている他にも不意の攻撃、突撃が破棄されたという現在見ることのできる忘れられたものは下書きから復元されたものありがとうございます